木所拓夫は日本の外交官。2009年3月から2011年11月までモンゴル中札特命全権大使。神奈川県平塚市に生まれ、すぐに伊勢原市池畑に移る。伊勢原市立伊勢原小学校、伊勢原市立伊勢原中学校、神奈川県立平塚高等学校、神奈川県立厚木高等学校を経て、1969年。 東京外国語大学外国語学部モンゴル語学科を卒業後外務省に入省。文学士。名誉経済学博士、名誉外交学博士。1971年からリーズ大学留学。1973年から新設の在モンゴル、日本国大使館で三等書記官に就任。大使1名、三時間1名、三等書記官1名。 専門調査員2名の5人体制であった。1976年まで在モンゴル、日本国大使館、同2当初期間。1994年から1997年まで、在モンゴル日本国大使館3時間。在シカゴ日本国総領事官。在ロシア日本国大使館在勤、外務省経済協力局民間援助支援室長。 サンクトペテルブルク総領事を経て、2009年3月から2011年11月まで、東京外国語大学モンゴル語科出身者として2人目の、モンゴル大使。一般社団法人東京外語会、ウランバートル支部長兼務。モンゴルには1974年、1990年以来3度目の、不妊になった。2011年11月8日退官。 退官後は妻ともに、大磯町で暮らし、サンクトペテルブルク国立技術経済、大学客員教授、モンゴル文化教養大学客員教授、名古屋大学特任教授、国立大学法人名古屋大学参与、東京大学教養学部非常勤講師担当、オールライフラインネット理事長、日本作業経済学会顧問などを務めた。2012年4月から、 株式会社ライセンスアカデミー顧問。2011年9月には、同国より、アルタンガダス勲章が授与された。2020年春の叙勲で、随報中受章受章。木所拓夫さん。タウンニュース、神奈川県全域、東京都町田市の地域情報誌。2014年4月27日閲覧。プロジェクトアーデニスウモンゴル出張ツ松川。 春の叙勲受賞者毎日新聞2020年4月29日。ありがとうございます。